いい天気になってきたな。お前もしかして晴れ男？わかんないです。いや、そこ真面目に答えるとこじゃねえし、いつまでも辛気臭い顔してんなよ。ごめんなさい。あの、今はどこに向かってるんですか？内緒。その方が楽しいだろ。ああ。余計なこと考えてる場合じゃねえぞ。楽しいお客さんだ。いたぞ、捕らえろ。騎士だ。ショーの邪魔をする奴は容赦しない。トガオリとトカビトを捕らえろ。抵抗するなら殺しても構わん。トガオニ、戦闘中にボサッと突っ立ってんじゃねえよ。間違えて撃ってやろうか？それ間違いじゃないじゃないですか。電磁ショック、炎よ燃え上がれ、熱波扇風機食らえ。今こそ身につけた技術を試す時だ。砕けて電気放出。敵が来た。ヘルスクロー、全人電撃秋定め。限界を超える剣を吠えろ、雷神総評が死闘宣言。お見せしましょう。それ入りますはこの炎の中参る。この後も引き続きお楽しみを。なんとか退けられた。でもまだまだ来るみたいだぜ。てか、こんな偏僻な場所にも騎士団っているんだな。そりゃいますよ。この辺りの村で悪いことをした人は駐屯地の騎士団に引き渡す決まりですから。それって必要か？相手が悪人なら大好きなビジョンオーブで裁けばいいじゃねえか。ビジョンオーブで罪が転移されたからといって必ず執行者が来るわけじゃありませんよ。多くの人が断罪を願った時に初めてその人はトガビトとなり、トガビトの前に執行者が現れるんです。なるほど。ちっぽけな罪しか犯せねえ小物じゃ執行者も来てくれねえわけか。はい、そういう時のために騎士団はいるんです。ってこんなの誰でも知ってる常識じゃないですか。知らねえよ、俺ビジョンオーブ使ったことねえし。つうか、そもそも持ってねえし。え、そんなの嘘ですよ。ビジョンオーブは生まれた時に必ず一人一つ与えられるはずなのに、あなたは一体？さっきのやつが言ってただろ、トガオニ、そう呼ばれてるらしいぜ。
生きて帰れると思わないことに。トガオニ、確かに聞いたことがある。ビジャスがそのトガオニ。おしゃべりとは余裕じゃん、カナダ君。でも今は生き残ることを考えなきゃ。炎よ燃え上がれ、熱波扇風機。決めさせてもらう。思想宣言。今こそ身につけた技術を試す時だ。天職。アクアタンペスト。すべてを流す水の力を見せてやる。受けてみろ。尺をつける。限界を超える。剣を吠えろ。大二輪ストーン氷河。一本大の刃をここに。最高の演武をお見せしましょう。それ入りますはこの炎の中。マイル立ち戻れ。お楽しみを。次から次へと湧いてきやがって。騎士一匹見つけたら30匹はいるって話はマジだったんだな。そんな話聞いたことないですよ。それは今考えたからな。なんでこんな状況でそんな冗談言えるんですか。でも確かにおかしいな。普段はこの辺りにこんなに騎士がいることはないのに。そこまでだ、トガオニ。誰？トガオニがこの近辺に潜んでいるという情報は正しかったようだ。ああ、別に隠れてねえけど。てか弱いやつ相手になんで隠れなきゃいけないんだよ。エラズ口を。それにそのヘラヘラした笑い顔も勘に触る。かつて数多の町や村を滅ぼし大勢の命を奪った大罪人トガオニ。罪のない多くの命を踏みにじった貴様がこの世界で笑うこと、生きることを俺は許容しない。トガオニ、俺が知ってる話と同じだ。でそんなのがいるなんてただの噂だと思ってた。そのトガオニがビシャス。そちらの少年は親殺しのカナタ。トガオニと組んで執行者の手を逃れるとはな。お前のような卑劣なトガオニを野放しにしては人々の安らかな暮らしが脅かされる。身柄を確保させてもらうぞ。人々の安寧と正義のために。長々うるせえよバーカ。何？罪人は笑ってもいけねえってか。ずいぶん身勝手な押し付けじゃん。悪いけど俺は笑いたい時に笑うし、人の都合で死んでやるつもりもねえ。てめえみたいな安売り正義振りかざすバカの都合ならなおのこと聞けねえな。貴様、乗れトガオニ。我らが騎士団長を愚弄するか。やはり生かしてはおけん。団長の手を煩わせずとも我らの手で成敗してくれる。やってみっそ。王者から逃れたトガ人を捕らえるのも我らの使命。俺を狙ってくるのは執行者だけじゃないってことか。最高
なものは切り捨てる。魔人春蓮山ずいぶんお疲れみたいじゃん。なんでこんなに疲れるんだ。クレス先生の訓練の方がずっと厳しかったのに。訓練と実践が同じなわけねえだろ。まあそれにお前ブラッドシン使うの初めてだし、それ疲れて当然だわな。ビシャスの武器もブラッドシンなんですよね。そっちの方が楽そうでなんかずるい。じゃあ交換すっか？え？いいんですか？嘘だよ。てかできねえよ。ブラッドシンは罪を力に変えたもんだ。罪の根源である自分にしか扱えねえよ。じゃあ、俺の力も？ああ、そいつはお前だけの罪で、お前だけの力だ。大事に使えよ。全てを流す水の力を見せてやる。相手は騎士だ。同じ人間だ。だけどやらなきゃやられるなら俺は。炎よ燃え上がれ、熱波扇風機。身につけた技術を試す時だ。天使ショック。電撃アキサダメ。そこら灰の刃をここに。ショーの邪魔をする奴は容赦しない。くっ、客を見てる。限界を超える。
剣を吠えろ、雷神双鏡が最高の演武をお見せしましょう。攻め入りますか。この炎の中参る。立ち止まれ。ゲッタ熱唱だ。この後も引き続きお楽しみを。声かっけ、敵を見立て。こんなもんか。正義の騎士団様ってなよ。みんな下がれ。しかし正義を、騎士団をここまで愚弄されて黙っているわけにはいかない。引け、トガオニビシャス。我が名はミラスメグール王国騎士団長イージス・アルバ。騎士として貴様に決闘を申し込む。この人、一人で戦うつもりなの？カッコつけてくれんじゃん。そういうことなら僕も加勢する。リオン？相手も二人だ。決闘なら条件は対等な方がいい。もう一人に邪魔されるかもしれんから。この人は？ミダスメグール王国客員剣士、リオン。覚悟してもらうぞ、トガオニ、そしてトガビト。ゲッ少しは骨のある相手みてえだな。俺がみんなを守ってあげる。行くぞ、トガオニ。まずは俺が狙いか。面白え。さあ、こいつをやるよ。タイドバスト。てらっちゃ。交流団。ザコン。ザコン。目障りなんて、僕の目の前から消してしまえ。マジンだね。たまると何がわかる。実戦に慣れていないようだな。これ以上はもう体が持つまい。立たなきゃやられるけど、ね、うわ、消えた。穴だ、穴に落ちたぞ。いい運持ってるじゃねえか、カナタ。じゃあ俺も押そう。待て、中はかなり入り組んでいるようだ。迂闊に入れば戻れない可能性もある。やむを得ない。全軍周辺を探索だ。この穴がつながる場所を見つけ先回りする。ないぞ、トガオニー。